テスト映像にもまた表彰があります。準備できしだいお伝えいたしますので、その準々決勝以降は配信審判ではなく本部の方で審判を行いますので、you
第2コーナーに集合お願いします。Thank you.
上宮清水球児ペア表彰を行います。